でかやばいって。オッケー、エッグ。オッケー、エッグ。こんにちは、こんばんは。人は見た目じゃなく中身が大事っていう人に限って性格最悪なことで、WGS6 田です。そんなにあ、お世話になっております。WGSL でございます。奥田クライアントの弁護士の正です。奥田クライアントの松です。都市コーチです。はい。そんな、あれ、まあ、確かに、そんな、まあ、はい。ほんまですか。そんなに受けると思ってなかったんで、今回あんまり自信作じゃなかったんです。今のすごかったですよ。違う、なんか着眼点が奥田さんらしいなと思ってますよ。そっちでちょっと、ね、そこ攻めますか、ね、あ、そうですね、ゴルフ以外のところも、はい、もう一個あったんですよ、ほんまは。あ、そうなんですか、はい、候補が。いや、あの、見た目じゃなく中身が大事っていう人に限ってプレーの中身が最悪。なるほど、そっちもいいですね、はい。でもなんかゴルフじゃない方がいいかなと言っちゃいましたけど、はい、ということで、テイクバックが変化進化した上で飛距離も全てが変わったトシプロ、はい、えぐくいの、えぐいえぐいのマジで、はあ、っていうのをね、すごいの見れると思うんで、皆さん今のうちにも高評価ボタン、いいねの方押していただいた後に、はい、この動画もね、最後までご視聴お付き合いいただければなと思います。ということですけども、まあトチプロが変わったっていうのはすごいんで、ちょっとすごいしか出てこないねんけど、いや、そうですね、そうですね、今これは3番アイアンにしてもやっぱすごいね。ドライバーも変わってるのはさっき取ったんですけど、はい、やばいって、衝撃やね、衝撃でした、やばかった、はい、僕もトチプロのスイング大学3回戦の時から受けるけど、あの過去一飛んでました、はあ、過去一いいスイングしてましたね、はあ、めっちゃかっこいいですもんね、はい、かっこよくなりましたね、はい、かっこいいと思ってなかったけどかっこよくなりました。厳しい、急に厳しい。いや、なんかトシプロのスイングってリズム感を含めた上で、まあ、綺麗なとは思うけど、かっこいいスイングとは別に僕はあんま思ってはなかった。なるほど、はい、なんか綺麗なってリズム感含めた分、常に一緒のリズムで、そうですね、はい、っていうのはあったけど、かっこよくなりましたよ。かっこよくなってる、かっこいい、そう、かっこよくなったんですよ、今回。フィニッシュの、あの、あれやめてほしいけど、これやめてほしいけど、注文が入りました。そこ大事、そこ大事。そこはもうピャッて止まっといてほしいですよね。ちょっと、せっかくかっこいいのに。見せ続けてほしい。見せ続けてほしい。もうこれでもかっていうぐらい。ただ、これでもかができない原因が一個あるんですよ。言わないですけど、終わったら分かるんですよ。はい、終わったら分かるんですよ。多分、やってたら多分こういくと思いますけど。えぐいな、マジで。すげー、おーおー、いいかっこいい、かっこいい、マジで、ありがとうございます。ということでゴルフの会話しようかな。おトシプロが変わったんかね。まあ、パドレスも変わったと思います。はいはい、で、グリップ変わったと思いません。めっちゃ思ったっす、はい、めっちゃ思ったっす、めっちゃ思うじゃん、はい、だって僕めっちゃ苦手だったんですもんね。そう、めちゃくちゃ苦手やったじゃないですか、うんうん、もうブロマが買っていただけるかってやったらもうおなじみだと思うんですよ、はい、ある意味おなじみ、はい、おなじみだと思うんですよ、はい、年コーチいつまでたっても変わらないグリップでおなじみ、おなじみの、おなじみの、おなじみの、確かにえぐいって、いや、すげえ、は
かっこいいマジで。でグリップ変わってるはずなんで、めっちゃ変わってます、はい、あの関節のあそこの向きですよ、ね、もう良くなってると思うんで、だからそれぐらいやっぱ関節1個使うとこ間違える、はい、特にグリップの握りですよね。10月6日のやつなんかはね、それもやりましたよね。ありました、はい、ここの関節で握ったらどうなりますか、はい、こっちの関節ってやったらどうなりますかとかっていうのを、そこが露骨に出てる、ね、そう、そこが露骨に構えた時のこれが、そうです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 、はい、それが年頃変わったんですね。はい、で9月15日のテイクバック、はい、のミックスですよ、うん、そっか、はい、テイクバックが良くなったけど、いまいちまた入らんかったんが10月6日のそれで一気に変わったんです。なるほど。ただトチプロが今までは改めてテイクバックレッスンがって言ってたじゃないですか。でもそれでも変わりきれんかったわけじゃないですか。今回から次からどれがベストブローマガですかって多分今回で言うと思いますから、また日付覚えてます、はい、また日付覚えて言ってくれると思いますよ。ちょっと聞いてみます今トチプロ、日付覚えてる？9月15日。10月15日。これ2セットです。2セット。細胞すぎる。覚えること極端すぎますよね。でもそれぐらい強烈に印象残ってるはずなんです。すだってあれ改めてテイクバックってもう2年、そうですね。2022年じゃないですか。ですよね。確か、はい、ぐらい前やから。年初ですか。から一気にですよ今回。うんうんうん、大覚醒ですよこれ。何このテイクバックすげえ、何がすごいって、はい、これが見えてる奥田さんが怖いですよ。さっきの一瞬で言ってると、あのドライバーの時ですよね。よくこれ何がどう見えたらそうなるんやろうな。どう言ったらいいんですかね、マジでこれって感覚的になるんですけど、こうスイングしてる時あるじゃないですか、はい、でも言っても僕はトシプロがエラーが出そうなとこは分かってるんですよ、ね、あ、だからそこで、うん、あのね凝視したらダメなんですよ。あ、へえ、あ、言っても見ちゃダメなんですか、はい、見たらダメなんです。やっぱ僕ってあの神じゃないですか、神です、はい、投資ができるんで、あ、そう、透けちゃう、そう、透けて骨を見てるんで、あ、それは骨見えるの怖いな、連動的な話もある。あ、そうです、そうです、本当に。へえ、で実際これなんか全然そんなそういう変な話にするんですが、はいはい、リアル骨ちょっと見え、骨関節がある程度制御に見えてるじゃないですか、はいはい、骨関節見えたら若干の未来って見えてくるんですよ。そのどういうことですか、未来見えてるんじゃないかと思いますよ、ね、思います、思います、あの今こうな、はあ、その骨関節からしたらこういうスイングになるからとか、こういうなんかもうある程度このエラー多分出てくるだろうなっていうものであったりとか、はいはい、もう僕らに例えばスイングの道筋立ててもらうのもそうなんですけど、はいはい、この関節交差したらこう引くかなとか、あ、それはもちろん分かりますよ、見てるんですよ、ね、アドレスの時に各関節見るじゃないですか、はい、で、まあ、重心値も含めてね、うんうんうん、全部見るじゃないですか、はい、あの指導の瞬間あるじゃないですか、プチポチに行くまで、はいはいはい、その指導の瞬間に、はい、例えばですよ、はい、この過去の関節の向きが、はい、一瞬こっち行った瞬間に、あ、もうこうな動くやんなって、でそこからはパズルのように、で関節がこう動くからこうなってこうなってくるやんねっていう、ダウンスイングでこう動くやんなっていうのが、でこれが頭の中で組み上がってるのと違う動きした時に違うとこ見るんですよ、あれなんで違う動きになったんやろうっていう、あ、こっちが、はい、すっげえ面白すぎな、見える目欲しいな、ですよね、どんな世界が見えてるんやろ。でもあれじゃないですか、松さんってめっちゃ見る目ついてるじゃないですか、はあ、いやけど本当にね、ついてる、車が出てる範囲ですけどね、いや、そうす、それでいうとやっぱそこのレベルも奥田さんの見えてる世界は気になりますよね、その目が欲しい、はい、僕でもどうなんですかね、そんなに自分で見えてるとは思ってないんですよ、ぶっちゃけね。まだまだアップデート中ってことですか？あ、まだまだ。だから新しい知識が入れば入るほど、だから常に僕も関節の勉強ずっと続けてるんで、で、そうなった時にまた変わるわけじゃないですか。じゃあまた全部のつながりを変えないと。あ、常にそれが済む話じゃないと。そうです、そうです。だから関節1個が変わってしまったら全部を組み替えるようになるんで、だから正直、今までの知識を、うん、だから僕常に学びをやめるリスクって僕書いたことあると思うんですけど、学び続けてない人はもうついてこれんくなるよっていう、う
だからブロマガももうこれだけ知識入れたからいいわって思った人ってもうそっから先って僕とはもう一気にかけ離れる。そうか、僕は常にアップデートしていく。そうですね、確かに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 。だからぶっちゃけ言うとトチプロが僕の見える感覚、うんうん、あのそのスイングを、ね、はいはい、に一生追いつくことはないっていうのは僕はアップしデートし続けるから、ずっと勉強し続けてるから、はい、だから僕が勉強やめたら追いつけますよ、当然。だから追いつける時が来るかもしれない。でも僕は勉強し続けてる限りはもう多分一生無理です。すごいな。なんかまあだから楽しいからできるんですよね、それ自体が、はい、それ自体が、はい、で楽しいのと僕が楽しいのは関節を勉強していることが楽しいんじゃなくて、はい、それを一個知った時に、はい、あのクライアントこれでこう変わるやんなっていうのが確定的になるんですよ。確信に変わる瞬間があるんですよ。で実際コンサルした時に変わる、はいはい、もうそれが僕にとってはたまらん。来た、もう最高、やっぱりこうなってやっとこのクライアントこれぐらいのスイングに変えれたっていうのも僕にとってはもう生きがいみたいなところの瞬間なんで。そうですよね。そこ変わった時とかって奥田さんめっちゃ嬉しそうにしてくれたじゃないですか。確かに僕らも嬉しくなる。本当にそれが僕の人生にとっての生きがいの一本なんで楽しいって。確かに。で、あのコンサル中にそうですって言われてめっちゃ嬉しくない？めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しい。よっしゃ、ようやく奥田さんに行こう。あの返せたじゃないですか、見たところ。だからあの感覚は僕の中で、なんかトシプロが今今回みたいにこうやって変わっているのも僕の中では、うん、今クライアントではないけど、うん、めっちゃ嬉しいですよ。だからトシプロにはどうしても厳しくなっちゃうけど、うん、優しくすることが僕の中ではいいことやと思ってないんですよ。優しくしてそれでええよって言ったらトシプロこの変化はなかったんですよ。そうか、はいはいはい、だって自分で上手いは分かってるわけじゃないですか、はいはいはい、プロやからこそ、はいはい、プロやからこそやし、いや俺そんなんせんでも打てるしっていうのも絶対あるはずなんですよ。でお前より上手いしっていう感覚も絶対あるはずなんですけど、そうじゃなくてスイングはそこじゃないやろなっていうところをやっぱ厳しくやっていくとこんだけ変わったら、じゃあ投資プロ的にも僕は今分からんでも10年経ったらあの時ああやってスイング変わっててよかったわって多分思ってくれるやろうなっていう。で僕がいなくなった瞬間もっと思うかなっていう、うん、はい、僕は、ね、いつ死ぬか分からんか、いや、まあ、そうです、まあ、神やから死ぬかどうか分からない吸収できるところは全部吸収したいって、そうです、本当に全部教えておきたい、はいはい、で優しく教える方法もあるんかもしれんけど、はいはい、やっぱ僕あのガチガチの昭和の、はい、あの時代の人間、はいはい、都市プロには厳しくなる。であの風神プロには僕厳しく言ってないです。トシプロは厳しくしても気合と根性がほんまにある男なんで、うんうん、絶対逃げ出さない。なるほど。そうじゃないのは逃げ出すと思うんで、トシプロってそこら辺多分僕と似てるんで、はい、悔しくて絶対にやったんねんっていうのがあるタイプなんで。でちょっと長く喋りすぎましたね。面白かった、すごい話を、ありがとうございます、はい、ということで最後に締めてもらってからにしましょうかね。えぐ、いやすげえ、マジで変わったな、うん、はい、ということで皆さん、トシプロの変化進化した、3番やちょっとドライバーとかもね、引き続き変わってんの どうやろうね、投稿が前後してる可能性はありますけども、もういっぱい変化してる姿見ていただけると思いますね。高評価ボタン押していただいた後にたくさんコメント欲しいですね、トシコーチね、はい、変わったなとか言って、ほんまにかっこよくなったと思う、うん、あの美しいからかっこいいスイングになった、うん、もちろん美しさもプラスでね、はいはい、かっこよくなったと思うんで、ぜひともコメント書き込んでいただけると嬉しいです。かっこアンチコメントとタメ口が、はい、ということで WGS ではチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします。あと皆さんもね、テイクバックについて悩んでたりとかしたら、トチプロは9月15日っておすすめしてるんで概要欄とコメント欄に貼り付けておきますので、ぜひともクリックしてみてください。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝しております。それでは失礼いたします。文字で飛んでんの、もうさすがにでも疲れたやろ、はい、指導も変わってるじゃないですか。あ、そこっす、そこが一番大きいです。ですよね、はい、あれですよね、はい。